大事ですよね、これは、うん、大事ですよ、すごっでかいね、うん、だって私の娘ですら、私はこれ、いや長いこと私携わってて、この大払いに申し込みし始めたのって3年ぐらい前だったんですよ、うん、3年ぐらい前になんかこんなのやってもやめなくても変わらなくないずっと思ってて騙されて私も悪い、これはいい勉強だと思って、うん、かけるといいだけの話だったんですけど、うん、でもせっかくこの波に乗ってみようと思って、うん、1年間結構大変な1年間大変なことをやってたら、まあ、そのなくしたお金の倍稼げたんですよ、うん、だから、うん、まあそれとまあ経験がついてきて、うん、やった分のそのハードいいところ入ったんですよね、うんまあ、その会社東京だったんです。なんて言うんですか、この告知みたいなものは私、その占い師さん、そこは会社側がやってくれるんだから、まあいいやと思うかどうか。うん。そうだね。これそうだね。まあ会社で今やってるからあれだけど、うん、全部自分でやる。いろんな占い師さんが欲しい。いろんなジャンルの占い師さんが欲しいっていうところと、そこがマッチングしてれば全然問題ないみたいですよね。占い師さんが多いほど、それは確かに選べるものがそうね、いろんな珍しいのもあるんですけど、ね、同業者だと前回も聞いたんですが、皆さん何に興味があるのかがちょっとわからなくて、お払い興味あるってストレートにおっしゃってくださる方がいいんですけど、うん、めっちゃ興味あります、うん、はい、最近感じます危機を感じますなんかずっと危機感もあるよね、うん、うるさいぐらい心配してるんですよねうるさい、うるさいっていうか、ロボっていうか今ね、できるところに来てるじゃない大事ですね、水回りは絶対に気にしてもうでも洗濯機で今日来たやつは全部洗い流すんじゃないけど、洗えなかったら洗濯機行ったらしないとか本当そういうことが徹底しようかなできることって